あかねさんと撮った手錠の動画、たくさん再生されてますね。あかねさんは数字を持っているのか、それとも…じーかかか、なるほど、そういうことですか。俺ちゃん、いい企画を思いついちゃいました。ブラックチャンネル。お呼び立てしてすみません。なんだよブラック、決闘の申し込みか。そうなの。カカカ、違いますよ、アカネさんと撮影したくて。じー、コラボするのはいいけど、どうせまた変なテーマだろ。違いますよ、俺ちゃんと同棲してください。同棲、同棲の意味分かってんの。どうでしょう、知らずに言ってんのかい。だから教えてください。いいけど。いいんかい。もちろん動画撮りますよ。男女が同棲するとどうなるのかです。こちら契約書です。おう、準備いいな。ディール、早速撮影開始です。え、今から。はい、サトシくん家にお世話になりますよ。じー、またうちかよ。生活習慣の違い。じゃあ俺下行ってるから。はい。じー、ブラックずっと編集してるんだ。そうですね、 YouTuber ですから。いつまでやるの。朝の5時くらいまででしょうか。そんなに。私はもう寝るからな。もう朝ですね、そろそろ寝ましょうか。ふんふん、あの、あかねさん。ふんふん、なんだ。もうちょっとお静かにお願いします、俺ちゃん眠いので。ブラックもやろうよ、筋トレ。なぜこんな早朝から。じー、料理。はあ、おはようございます。じー、やっと起きたか。朝ごはん作ったよ。ありがとうございます。ってこれは何ですか。一応カレー作ってみた。おにぎり以外の料理はあんまり自信ないんだけど。じーじーじー、なんだよそのリアクション、そんなにまずそうか。じーじーじー、わかったよ、コンビニでなんか買ってくる。いえ、いただきます。じーじーじー、どう。これは震えるほどまずいのか。とても美味しいですよ。よかった、私も一口。なんだこれ、しょっぱすぎ。隠し味の水を入れすぎたかも。ごめん、作り直すよ。大丈夫です、俺ちゃんは好きですよ。ありがとう。家事を分担。同棲っていうのは他人同士が一緒に暮らすことだから、ルールが必要なんだ。なるほど。じー、特に家事で揉めることになるから、しっかり分担しよう。そうですね。部屋の掃除はブラックが担当な。私よりずっと部屋にいる時間長いし。確かにですね。で、掃除した流れでゴミ出しもブラックがやるだろう。効率的ですね。あとは料理か。ああ、それは俺ちゃんが。なんでだよ。まあ理由は聞かないでください。洗濯もあるな、私力強すぎて洗濯物とか破いちゃうんだよな。今時洗濯板使ってるんですか。ダメなの。いえ、鬼さんっぽくていいですが、洗濯俺ちゃんの担当で。だいたいこんなもんか。あれ、全部俺ちゃんの担当になってません。え、気のせいだろ。買い出し。今日の晩ご飯は何にするかな。じー、大丈夫ですよ、俺ちゃんが作りますので。メニューも決まっています。イカスミパスタにひじきのサラダ、デザートはチョコアイスです。黒いものばっかじゃん。カカカ、俺ちゃん悪魔ですので。じじじ、雷おこし欲しいんですか。いいの。一つだけですよ。やった。喧嘩する。ほんと、ずっと編集してるんだな。そうですね。疲れないのか。そうですね。せっかくコラボしてるんだからさ、遊園地行ったりさ、なんかイベント的なことあってもよくない。そうですね。
ちょっと、私の話聞いてる？そうですね。ふざけんな。じじじ、こんなコラボ全然楽しくない。私帰る。そうですね。え？あかねちゃん飛び出していったけど。ちょっと怒らせちゃいました。どうせ編集ばっかりしてあかねちゃんをほったらかしにしてたんじゃない？そりゃ怒るよ。そういうもんですか？追いかけた方がいいんじゃないの？じー、仲直り。はぁ、ブラックのやつ編集ばっかして何のためのコラボだよ。でもあいつ絶対にまずい私のカレーを美味しいって言ってくれたし、家事もほとんど引き受けてくれたいいやつなんだよな。戻って謝ろうかな。あかねさん。うわ、ブラック、こんなところにいたんですね。そろそろ日も暮れますし戻りましょう。うん。撮影終了。あかねさん、先ほどは怒らせてしまってすみませんでした。私の方こそ悪かったよ、ごめんな。え？仲直りの握手をしましょう。うん。はい、撮影終了です。え？なんでタケ君？なぜって、同棲して料理して喧嘩して仲直り、同棲動画あるあるは全部撮れましたので。そんなことして何になるの？いや、それが視聴者さんからスノーアカネさんが見たいという要望がありまして。じぃ、なに？じゃあ今回のコラボは視聴者に素の私を見せるため？そうですよ。まあ今回に限らず、俺ちゃんは常に視聴者さんのために動画作ってますので、ご協力ありがとうございました。この野郎、なんで怒ってるんですか？取り急ぎカメラちゃん、逃げますよ。じぃ、ボッコボコにしてやる。動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録・高評価よろしくです。次の鬼ヤバなテーマは君かもしれませんよ。